オークが主人公のゲーム。ハッチマルよ。前回ミナがブリゲードに入れたけど、今回から少し時間が巻き戻るよ。ミナがオートから追放されている間のお話になるぜ。ところどころよくわからない単語が出てきていたけど、ここで説明されると思うよ。そういえばスラッシュも同じ宿だったんだな。オークの青年ではないけど、ミナが追放された次の日みたいだね。ご主人は相変わらずボケボケですな。ここで初めて追放の事実を知ったんだね。これほどまで当てにならない目撃証言はないな。ダメみたいですね。こんなんじゃ事実がわからないから、ラゼル師範かキリンにでも話を聞いたらいいよ。お、セザールだ。相変わらず不機嫌そうで何よりだぜ。そういえば娘さんがいるってことは、バツイチなのかな？死別かもしれないな。時系列が前後しているから、まずはスラッシュがどこまで事態を把握しているのか知りたいね。どうやら魔物の変異が始まったところみたいだな。スラッシュはウォルトと知り合いなのか、兄貴分みたいな感じだな。この後一回落ちるんだけどね。その後這い上がってくるから大したもんだぜ。レオニッドだ。こいつならミナの剣を知っているかもしれないな。ここでスラッシュは事態を把握したんだね。スラッシュは仲良くしていただけに寂しかっただろうな。ソーン教官、遊びに来たよ。手に何かの頭蓋骨を持っているな。きっと買ったものだろうね。スラッシュの剣は元は魔物なのかな？実力を示して契約を結ぶみたいな感じかな？ここからはスラッシュの特殊能力のチュートリアル。スラッシュの二つ名は、無慈悲なるバーサーカー。その名の通りの特殊能力になっているぜ。舌と Y で食材を吸収。すると舌のゲージが溜まっていく。これでゲージが溜まったね。怒りとは違う何かを解放するのかな？では発動してみよう。二発で倒せる。かなり強化されるね。下のゲージがなくなるとバーサス解除。食材を吸収することでゲージを回復することもできるよ。スラッシュは5、ミナは10って感じで、2つのプレイスタイルを楽しめるな。戦闘だけ言えばスラッシュの方が強いだろうね。スラッシュはブリゲードに入ったらどの部門に所属するんだろうな。軍事、研究、大使の3つがあったよね。まあ確実に軍事だよな。それが適材適所だよね。キリンは研究があってそう。ミナは一体何を選択するんだろうね。ちょっと教官が何言ってるのかわからないな。ということでヒドラ討伐でチュートリアル完了。ところでなんで実力を見せる必要があったんだろう。やっぱりソーン教官は謎が多いね。スラッシュもアンブロシア作成に協力していたんだな。遺跡って消化を助けるために飲み込んだ石だよね。釜掃除に使えるってどんなものなんだ。未来では完成しているから、この実験が実を結んだんだね。そういえばスラッシュがウェイターをやっていたこともあったな。厨房にも入って修行していたんだね。ポンティーダさんは二人のケツを叩いてくれるな。優しいよね。スラッシュも思い悩んでいたんだな。ポンティーダさん流の励まし方はなかなか面白い。やる気にさせられるよな。スラッシュもちょっとすっきりした感じ。ボルトを倒すと敗退してしまうので、レオニッドに相手になってもらおう。ちょっと引導は渡せないよね。またカミン主催の前工場が聞けるなんてな。ミナが戻ってきた時も言ったけど、今回はちょっと意味合いが違うね。もうここでバトルすることもないかと思っていたからな。スラッシュはミナに負けていっぱい。今難勝しているところなんだろうか。対する相手は、こちらもミナに負けていっぱい。レオニッドもギリギリで勝ち上がったことになるね。ミナが天才すぎるんだよな。言動はちょっと抜けているけどね。毎度おなじみの審査員。
この人はどれほどの権力者なんだろうか。下民主宰を呼び捨てだし、かなり地位が高そう。好みのジェムは土？ではテーマ食材は。サントマトか。これは今までの食材に比べたらあまりにも普通だな。いつもの行くよ。ブリゲード万歳。スラッシュの初期装備は火に特化したものが多かったぜ。今回はあまり役に立たないね。とりあえずサントマトを確保しておこう。火のジェムがちょっと邪魔だね。ここで二人の料理団に。スラッシュも料理に関して研究熱心だね。どうやら多くは保守的なんだろうな。そこを超えて新しい料理を創作しようとしているんだね。スラッシュは多くでは珍しいタイプなのかもしれないな。ごちゃごちゃ言っても、美味しければみんな黙るさ。まずは多くのハズギル大課長を黙らせてみようぜ。それに賛成。見た目とっても綺麗だけど、色が。よし、加点なし。これわかったな。スラッシュになって初めてのバトルだから、難易度が優しいのかな？これ美味しそう。ピリ辛トマトスープって感じだろうか。しっかり加点がついたな。つかなかったら負けていたね。黙らせるどころか饒舌にさせてしまったけど、勝ててよかったぜ。スラッシュはどうやって魔物の変異と、関わっていくことになるんだろうか。大会が中止になった時かな？みんなに手紙をくれていたよね。いや、レオニッドも十分すごいんだぜ。こいつは主人公ポジションだよね。スラッシュの料理はオークフュージョン料理っていうのか。レオニッドは負けても潔いから好き。そして素敵な瓶に入った食材をもらったぜ。そういえば奥さんが病気になったって、ミナへの手紙に書いていたよね。ちょっと嫌な予感がするな。何事もなければって言えないね。お、待ちに待った手紙だな。字が違う。ここで奥さんのアルディアが病気になるのか。しかもかなり状態が悪いみたいだね。ちょっとこのタイミングで病気になるってのは、魔物かと何かしら関係がありそうだよな。スラッシュは狼狽しているね。急いで故郷に帰らなくちゃな。ベルショル、今はそんなこと言っている場合じゃないよ。あ、そういえば手紙の中でキリンが、特効薬を作ってくれているってあったよな。キリンは何でも知っているな。ここでキリンたちと知り合ったのは、本当に運が良かったんだな。この二人がいればなんとかしてくれそうな気がするよね。よくの心臓。ポータルが閉じていたら、どうやって闇の世界まで行けばいいの？どうやら抜け道があるみたいだな。ソーン教官が闇のポータルを知っている。とっても似合っているな。薬の準備は頼んだよ。それが一大事なんだぜ。レオニッドもありがとうね。ゆっくりしている暇はないんだよ。市販の薬で治るものなのかな？多分無理だろうな。それどころじゃないんだよ。ファンを大切にする料理人の鏡。料理人とは一体？大会どうなっちゃうんだろうね。それどころじゃないよな。ジギーは何か知らないだろうか。また謎の能力が。ますます得体が知れなくなっていくね。ほう。奥さんのお母さんが守ってくれているのかな？その間になんとかしないとな。助けて、ソーン。ここの表現する感じが好き。闇の世界に行くってのは、かなり危険そうだね。意外とすんなり案内してくれた。けど、予想通りヤバすぎる場所なんだね。
ここが闇の世界か。まがまがしい場所だね。とりあえず魔物を飼っていけばいいようだな。どうやらここには今までの魔物がたくさんいるみたい。全部が全部いるってわけじゃないんだけどな。気温が上昇している？何が起こっているんだ？ふむ。順調に欲を呼び出すための準備が進行しているんだね。魔物の中の悪魔的エネルギーが集結しているってことだろうか。この世界はビクタシアを反映しているのか。邪悪なオーラ。やっぱり魔物化に関係しているんだろうな。スラッシュたちはどのような調査をしていたのか気になるね。とりあえず生きてここから出ないといけないな。スラッシュの遠距離攻撃は火の玉。範囲が広くていいんだけど、スピードは遅いぜ。どうやら欲が現れたみたいだね。こう聞くとなんか強そうな感じがするな。さあ、愛するアルディアのために心臓を持って帰るよ。結構可愛いじゃないか。もっと邪悪でおぞましいものを想像していたんだけど、このゲームには合わないよね。いきなり神話生物っぽいの持ってこられてもな。魔物が食材になる世界だからね。黒いと食欲なくなるよな。それにしてもバーサクは強力だね。機動力やコンボといった点では皆が勝るけど、スラッシュはパワーが違うぜ。心臓が3つあるね。一刻も早く戻りたいな。陰気な人の玉のジョークは笑えないね。そこは笑ってあげるのが優しさだぜ。それもそうだね。ますます陰気になってしまったら困るからな。ありがとう。さあキリンに届けよう。これで特効薬を作れるのかな？すっごいジェムだな。これで料理作りたい。あらら。肝心な時に。キリンがいれば大丈夫だよ。問題は作成に一晩かかるってことか。スラッシュはもどかしいだろうね。でも今は耐えて待つしかないんだよな。ここは全部キリンにお任せしよう。スラッシュは自分のできることをしっかり果たしたからな。眠れない夜を過ごすスラッシュ。果たして薬は間に合うのか。でも今回はここまで。またね。